JAL っていうのは本当にひどい会社で、昔は2000年代以前かなまではもう本当にあんまりいい会社ではなかったんですよ、ね、まあご存知の通り日本は1945年に戦争に負けますよね。で負けた直後から GHQ によって日本国籍の飛行機の飛行は禁止されたんですよ。航空機の製造も10年間ぐらい禁止されたんですよね。要は日本って、要は敗戦国であった時の一番大きな痛手になったのが それだし、でも実はそれは表裏一体で、航空機の製造をしてた人たちがみんな自動車を作り出したんですよ。中島飛行機って会社は、その後、プリンス自動車っていう、一部の人たちはプリンス自動車っていうのを作って、で、それが日産に買収される。富士重工もね、スバルの富士重工も昔は飛行機作ってたんですから。そこの技術者たちがみんな自動車、飛行機が作れなくなっちゃったんで、10年間。それがたまたまレシプロ機って、プロペラ機ですね。からジェット機に変わるぐらいの時代だったんですよ。戦闘機ももう第二次世界大戦末期にジェット戦闘機とか出てきたわけですよ。ジェットエンジンの技術っていうのはできたばっかりぐらいの感じで、やっと実用化、戦闘機で実用化がされて、その後、まあ1940年代から後半ぐらいから普通に民間機でも使われるようになった技術なんですけど、ちょうどその時に日本はジェットエンジンの製造ができなかった。まあ要は飛行機が作れなかったんで、日本の航空機産業っていうのはほぼ崩壊したんですね。だから今でも翼とかエンジンの部品とかそういうものは作ってるんだけれども、インテグレーションする能力がないから、日本では戦闘機とかのライセンス生産とか以外で民間の旅客機ってもう作られてないんですよね。自衛隊とかで飛行艇とか、独自で、例えば新明和工業っていうところは作ってたりとかするんだけど、あとはもう三菱重工とか作ってるのは全部ライセンス生産ですね。F-15 とか、そういうこう戦闘機のライセンス生産だったりとかして、民間機は、まあもう YS-11 っていうプロペラ機以来、もう日本では作れなくなって、まあ、スペースジェットって MRJ って呼ばれていた三菱重工の飛行機も頓挫してますよね。試作機は作られたんだけれども、量産機は作られなかったです。で、ホンダもアメリカで作ってますね、ホンダジェット。当然航空会社も禁止されて、サンフランシスコ平和条約で日本の主権が回復してから日本で航空会社が認められるようになるわけですよ。それで設立されたのが日本航空。ただまあ何社かがこう免許を下ろしてくれってなったんで、それをもうじゃあお前ら一緒にやれと、日本政府が半分出資して残りは民間企業が出資して、半官半民の航空会社として作られました。ただその日本航空が設立されたぐらいの時期って、日本もどっちかっていうと左翼化していった時代で、学生運動とかもものすごく盛んで、組合の活動とかがものすごく激しかったんですよ。 JAL は組合が4つとかあるんですよ。でそのまあ組合員の人をモデルにしたその小説が、山崎豊子さんっていう人が書いた沈まぬ太陽っていう小説があるんですけど、そこに出てくる恩知さんっていう人はまあモデルがいるんですけど、実際のその人はその第一労組の書記長をやっていて、会社側と激しくやり合って左遷されるんだけど、本当にナイロビとかにいたんですよ、あの人。第1章第2章でアフリカ編っていうのが始まる。最初はパキスタンのカラチに飛ばされて、でもパキスタンのカラチには日本航空の飛行機が行ってるんで、まあニーズはあるんだけど、ケニアのナイロビは飛んでないですからね。本当にだからそのモデルになった人が第一労組の書記長だったんだけれども、会社とバチバチやり合って、うざいから会社側は第二組合を作ったんですよ。そういうのはいわゆる御用組合ってやつなんだけど、当時みんな労働運動に対して会社側はすごく嫌だったわけじゃないですか。だからいろんな解決策を考えて、会社側の意見をなあなあにできる。給料のベースアップも、ベースアップのことベアって言うんだけど、戦え、会社と断固で、ストライキも辞さないみたいな感じでゴリゴリやられたら困るじゃない。だから第二労組を立ち上げて、そっちをマジョリティにすれば第一労組の言うことなんか聞かなくてよくなるから、会社はそうやってまた左遷をしたりとかするわけですよ、露骨にね。 JAL はね、確かね、最初のその日本航空だけで4つぐらい組合があったんですよ。その第一労組、第二労組、機長組合、客室乗務員の組合とかなんかあって、めんどくさいんですよ。労働者対策みたいなのが。で、まあ、半官半民であることもあって、純粋な民間企業よりもそういったものに気を使わなければいけなかったりとかするんで、そういう風になったんだと思いますけれども、その後、実は、東亜国内航空っていうところと、まあ、東亜国内航空じゃない、もう当時は JAS になってますけど、日本エアシステムと合併するんですよ。日本3位の航空会社だったんですよ。JAL、ANA、JAS ってのがあったんですよ。
で、その JAL と JAS は合併するんです。合併したらこの JAS の組合も入ってきて、多分組合7個ぐらいあったんです。めちゃくちゃ大変だったんですよ。半官半民で、沈まん太陽に描かれてる通りですけれども、1980年代にいっぱい事故を起こしてるんですよ。国際線でも事故多分2回ぐらい起こしてるのかな、うん、羽田沖事故っての起こしたんです。羽田空港に着陸する時に、着陸した後逆噴射ってするの知ってます、ね、急ブレーキをかけるみたいな感じで逆噴射ってのやるんだけど、機長がちょっと頭がおかしくなって、まだ着陸する前に海の上で逆噴射しちゃって墜落したの、うん、アルコール依存症だったかな、とにかくなんか薬とかアルコールとかの影響で頭おかしくなって、当時の多分流行語大賞みたいな感じでした、逆噴射、ね、3分の1ぐらい乗客亡くなられたんじゃないかな多分。でその3年後ですよ、御巣鷹山のジャンボ機が墜落した事故、はい、あれが決定的でしたね。まあ、もちろんあれは修理したボーイングも悪いんですけど、うん、圧力かけ引きっていうのをその大阪伊丹空港かなんかで起こしたその汁持ち事故によってその圧力かけ引きが破損していたのを修理をしたんだけど、うん、それ修理が強度不足で金属疲労ってのを起こして相模湾沖で圧力かけ引きがボーンって吹っ飛んで、垂直尾翼と水平尾翼が失われて火事が効かなくなったんですね。飛行機って1万メートル以上飛んでるんで、はい、富士山より上飛んでるわけですよ、うん、あれと同じようにあんな風になったら飛行機のね中いたら苦しいじゃないですか、うん、1気圧にするとものすごい構造を強くしないといけないんで、まあ要は風船が膨らむみたいなもんなんで、飛行機がでっかい風船みたいなもんですよ、うん、だからほら飛行機離陸すると耳がこうツーンとするじゃないですか、うん、それをだから一手に担ってるその圧力隔壁っていうのがぶっ壊れたわけですよね、うん、それの衝撃で垂直尾翼と水平尾翼がなくなると火事が全然効かなくなるんですよ。垂直尾翼っていうのはいわゆるこうラダーっていうやつで、船とかの火事と一緒ですね、水平尾翼っていうのはエレベーターって言って高度をコントロールするものですね、うん、あと主翼にエルロンっていうのがついていて、こいつがこう回転軸を制御するんですけど、エルロン以外全部破損しちゃったんで全くコントロール効かないんですよ。唯一コントロールできるとしたら左右のエンジンの出力をちょっとずつずらすとか、でもそれだと高度は変えられないんで、フラップっていうその主翼についてる補助翼みたいなものの上げ下げとかでなんとかコントロール、まあ、できないんだけどね、風とかに負けちゃうんだけどね、そういう状態で相模湾で羽田に帰ろうとしたんだけど、それは良くなかったですね。もう名古屋とかそっちの方に行っちゃった方が良かったかもしれない。風に結局やられて山に突っ込んで、御巣鷹山に突っ込んで、まあさらに悪かったことに登山道もないようなもう秘境なわけですよ、あの山は。地元の人ももう滅多に立ち入らないというか、ほぼ誰も行かないような場所にあったんで、今みたいに GPS とかもないから飛行機がどこにあるかも分かんなかったわけですよ。この辺でレーダーから消えてるなみたいなぐらいしか分かんないですよ。夜中だったから分かんなくて、次の日の朝まで。すぐ見つかってたら、もしかしたらもう少し助かってたかもしれないけど、まあ4人しか助かんなかった。そういう事故を起こしたりして、もう評判が地に落ちて、経営状態はどんどん悪くなるにもかかわらず、組合の人たちは相変わらずそのストをやったりとかするわけですよ。要は年金とかのあれもあるしね。割と年金が手厚いんですけど、企業年金ですね。公的年金だけじゃなくて、その企業年金だったりとか、そういったものの支払いとか、あとマイレージのマイルだったりとか、まあ、いろんな負債が溜まって経営状態もどんどん悪くなって、で、ジャスト、まあ合併したんだけれども、業績は上がらず、さらに社内大混乱みたいな感じになって、で、最終的に経営破綻するんですね。沈まん太陽に描かれているような腐り切った半官半民の経営効率の悪い会社だったんだけれども、で、労働組合も強いし、みたいな会社だったのに、まさにその沈まん太陽の4章5章で出てくる会長室編っていうのがあるんですけど、金棒から送り込まれた会長さんが会長室っていうのを作って経営改革に乗り出すんだけれども、結局社内の抵抗勢力に潰されて終わりましたっていう。沈まん太陽では最後、悪どい経営幹部が東京地検特捜部に逮捕されるみたいな話で終わってますけれども、実際の JAL は腐ったまんまで、ずっと腐り続けて、最終的に会社構成法っていうのを申請して潰れるんですね。会社構成法っていうのは、どうしようもない会社に適用される倒産の中でも、割と悪い方の倒産なんですね。普通は民事再生法っていうのでやるんですよ。民事再生法、会社構成法、破産みたいな。
破産っても何にも残んない。民事再生とか会社構成っていうのは資本注入をして会社の事業自体は傷んでないから大丈夫みたいな感じでやるんだけど、民事再生だと大体 5% から 10% ぐらいはその債権者に戻ってくるんです、お金が。会社を引き継ぐスポンサーがそのお金を払うんです。でも JAL の場合はほとんど戻ってこなかったはずです。債務多分 1% とか 1% 未満だったはずです。資本も減資して 100% 減資だったかな、うん、もうつまりだから既存の株主には何も残んないで、新しいスポンサーが入って、最近亡くなられた京セラ創業者の稲盛和夫さんが経営再建で入ったんですよ。年金の問題とかも全部会社構成法で全部債務帳消しですからね。もちろん年金に関してはその個人に所属するものなので 100% カットしたわけではないみたいですけど、まあある程度その人たちにも泣いてもらって、組合とかそういうのも全部整理して新生 JAL として生まれ変わったんですね。 JAL さすがに会社構成を申請して潰れたんで、それはやっぱりやりやすいんですよ、そのリストラとかも。やっぱ組合強くて昔からやってる会社とかだと従業員簡単にクビできないんですよね。だけど会社構成法を申請してる時点でもう会社クビにできるんですよね。だからいらない社員みんなクビにして年金債務カットしてみたいなことをやって、やっと生まれ変わったんですよ。ちゃんとした会社に生まれ変わらせればできたんだけど、今までの負の遺産を結局何もできなかったんですよ、それまで。で、それを全部カットして、稲盛さん入って、まあ、経営の神様と言われた稲盛和夫さん入って、JAL を立て直したんですね。マイナーのこといろいろやったんだけど、まあ、割と良かったなと思ったのは、鶴丸のロゴを復活させたことですね。あのマークって、末期はなかったんですよ。この鶴丸に対して、すごく日本人は安心感があるんだって。債務がもう、バーンってなくなったんで、今コロナ来たでしょ。今アナの方が苦しいですよね。アナは経営破綻してませんからね。JAL よりいい経営をしてたのにもかかわらず、コロナで本当に存亡の危機に立たされた。一時期はやっぱりもう全然 JAL がダメで、JAL の飛行機って怖いよねみたいなのもあったし、やっぱ立て続けに事故が起こってたんで、企業体質としてね。あとあれですね、 JAL といえば大和なでしこですね。 JAL の CA はみんな見てましたね。まあもちろんその安全業務とかもちろんあるんだけれども、まあ給料とか労働条件の割には過酷ですよ。でも CA になりたいんです、憧れなんですみたいな女子大生未だにいますね。やめとけよっていつも言うんですけどね。過酷でしょう。あと放射線もたくさん浴びるし、ね、あのフライト中に飲んでる CA とか問題になったりしたじゃないですか、まあ、それが問題になったりとかして、今もうめちゃくちゃ厳しいんですよ、乗務員の飲酒規制が。出発の1日前とかかなはもう飲んじゃいけないんですよ。さらにコロナで大打撃を受けて国際線もほぼなくなっちゃったじゃないですか。だから今 JAL とかの制度では、 JAL の CA から聞いた話で言うと沖縄に移住する制度とかあるんだよね。日本トランスオーシャン航空に出向みたいな感じになるわけ。日本トランスオーシャン航空って旧南西航空っていう JAL グループの航空会社なんだけど、要は親会社の JAL とその JTA は給料システムが違うわけですよ。 JAIR とかJTA とか、エアー日本とか、給料安いわけ、簡単に言うとね。日本トランスオーシャン航空は、旧南西航空で、まあ沖縄路線をやってる会社で、給料安いんですよ。だからそういうところに出向行け、みたいな。なんでああやって子会社いっぱい作ってるかっていうと、安く雇いたいからなんですよ。ローカル路線を飛んでる人たちっていうのは、給料も安いし、待遇もあんまり良くないわけですよ。でもそういったところに対して国とかが制度融資で、まあ緊急融資みたいなのをしたりとかしてるんで、それはまあ支えてはいるんだけれども、今はアナの方が苦しいですよね。なんとかなってますけどぐらいな感じだと思って、まあ JAL は今はかなりいい会社になりましたねっていうお話で、大和なでしこ懐かしいですね。推しを学ぶとか出てましたね。矢田亜希子さんと。あれで結婚しちゃいましたからね。僕は矢田亜希子派でしたけどね。まさかね、あんな風になると。